こんにちは、金黒です。今回はトランプ政権発足100日、アップルの株価が約 20% 上昇、過去最高レベルに、そんなお話です。今年の1月20日、トランプ氏が大統領に就任して100日経過しました。オバマケアの撤廃や TPP 離脱、シリアへの攻撃、移民問題など、アメリカが少しずつ変わろうとしています。トランプ大統領が公約に掲げていたものはなかなか難航しているようですが、アップルの株価はこのところ就任以降約 20% 上昇しました。アップルのクック CEO はトランプ大統領の移民抑制政策に抗議していて、移民がいなければアップルは存在しないとまで語っています。またトランプ大統領就任前はアップルの株価はアメリカ中国の貿易摩擦で少しずつ下がっていましたが、その流れは変わらず、トランプ大統領が就任するとアップルの株価はさらに下がるというふうに言われていました。しかしその予想に反して、就任後100日間で約アップルの株価は 20% 上昇しました。アップルの第4四半期の業績が良かったこともありますが、トランプ大統領が公約していた法人税を 15% まで下げるという、その公約も投資家には大きく響いたようです。また著名な投資家ウォーレン・バフェット氏がアップルの株価を大量に購入して、そしてかなり莫大な利益を得たと同時に、アップルの株価も 20% 上昇したというふうに言われています。トランプ大統領自身も3月上旬はツイッターで Android を使ってツイートしていますが、3月半ば過ぎから iPhone を使ってツイートしています。 Galaxy から iPhone に携帯端末乗り換えたというふうに言われています。 Apple の株価上昇で何といっても期待していることは新商品の開発です。過去に Apple や Sony は世の中になかったプロダクトをどんどん作ってきた企業です。最近のアップルは過去の製品の焼き直しみたいなのが多くなっています。最近で新しい技術だなと思ったのは MacBook Pro に搭載されたタッチバーで、しかも Type-C の USB にしちゃったという、そういうのがちょっと目新しかったですが、その他にもどんどん新しいプロダクトをアップルには開発してほしいなというふうに思います。今回はトランプ大統領就任100日でアップルの株価が 20% 上昇、そんな内容の動画でした。アップル関連の話題が多い私の YouTube チャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。